今日2つ目の話題はこちらです。秋田市パッサウ市姉妹都市提携40周年記念写真展フローグローです。はあ、さあこちらの企画は8月19日月曜まで秋田市文化創造館で開催されています。ご紹介いただくゲストは写真家の草薙優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは草薙さんのプロフィールをご紹介していきます。はい、草薙さんは秋田県仙北市のご出身なんですね。生まれ育った秋田県内の自然や風土を中心に撮影をされています。国内外でも海外でも個展を開かれてるんですね。そうなんですね。さあそんな草薙さんに改めてご紹介いただく企画がこちらです。秋田市パッサウ市姉妹都市提携40周年記念写真展フローグローです。こちら8月19日月曜日まで開催されています。会場は秋田市文化創造館です。さあ草薙さん、こちらの写真展どういった企画になっているでしょうか。はい、そうですね、こちらの企画なんですけれども、昨年秋田市の写真家として、まあ、私と、パッサウ市在住の写真家であるクラウス・ディッテ氏が相互の都市を訪問し作品制作を行う芸術写真交流プロジェクトを実施しました。姉妹都市提携40周年記念を迎える今年、両市を拠点に活躍する2名の写真家による秋田市とパッサウ市のフローグローを捉えたその成果展として、写真展が企画されました。はい、こちらタイトルフローグロー、どういった意味が込められていますか。そうですね、流れと、輝きという意味なんですけれども、その流れというのが、私と、クラス氏両氏がこう撮った写真をまとめてみたときに偶然なんですけれども川の流れですね、私はパッサウ市を流れるドナウ川、イン川、イリツ川という3つの川を起点に写真を撮っていて、でクラス氏も、オモノ川とかいろいろな県内、市内 の, 流れる川を多く写真を撮って水をテーマにしていたので、そこでまず一つ流れとしてフローというふうにしました。でとてもその、私もパッサウ市に行ったときに非常にその川の輝きとか、あと町全体の輝きとかですね、あとクラウス氏もその秋田市で撮った人物とかポートレートの写真の人々に生き生きとした姿などを、一つの輝きとしてこういったタイトルになりました。おしゃれ、おしゃれですよね。いろいろこう込められてるのがギュッて困っててね、素敵ですね。そして我々がもう見慣れている秋田市の風景をクラウス氏がどのように撮ったかもすごい気になりますよね。はい、さあここでクラウスさんのプロフィールもご紹介していきます。クラウスさんはドイツのハイルブロンのご出身です。2009年よりパッサウに在住しています。ハイルブロンとフランクフルトで広告写真家として研鑽を積んだ後、1990年から写真家とアーティストとして活動しています。これまで国内外で40回以上の美術展を開催されているということです。草薙先生が感じるクラウスさんの魅力、印象いかがですか。非常にもう本当に気さくな方で、私がパッサウ市に滞在中も少しだけ一緒に行動することができたんですけど、2、3日ですけれども、その時もですね、ドイツのパッサウ市の川の原理を巡るですね、ツアーというか2人きりで案内していただいて、そのバイエルンの森ですとか、その自然保護区ですね、クロス氏がフィールドとされている場所をいろいろと案内していただいて、とても親切にしてくださいました。そうなんです。クラウスさんとお話しされるときは何語で話されるんですか。気になる。確かに、そうです。クラウスさんとても英語が堪能な方なので、やはり現地の方は、私はもうなんとか片言の英語で頑張ってちょっと不便をかけたと思うんですけれども、英語でコミュニケーションを、取りました。そうなんですね。クラウスさんにとってその秋田どのように映ったかとかってお話しされましたか。そうですね、非常に、秋田は非常に整っている町ですけれども、コンパクトにその自然なども調和していて、とても美しい町だったというふうに、人々
や その、まあ、そこにある文化ですね、あの生ハゲですとか、うん、そういったものも非常に興味を持たれていて、本当にいろんなところをこう取り歩かれて大変興味をお持ちで、また撮りたいというふうにおっしゃってます。そうなんですね、はい、そんなその倉内さんが撮った秋田市の写真は後ほどご紹介します、うんうん、はい、さあ草薙さんが写真を撮られたパッサウ市なんですけど、うん、どういったところでしょうか。はい、パイッサーがですね、あのドイツバイエルン州の東部に位置する、人口およそ約5万人程度ぐらいの都市なんですけれども、州都ミュンヘンから、まあ、東でから約180キロメートルぐらい離れていてですね、まあ、電車でだいたい1時間半ぐらいで、まあ、あの高速道路を使うとまあ1時間ぐらいで着く距離感にあります。で、まあ、オーストリアとの国境に接していて、先ほども申しましたけれども、ドナウ川とイン川とイルツ川という3つの川がですね、はい、あのそこのパッサウ市で一つに合流するという感じで、あ、今ちょうどあの写っていただいている写真の左側の、はい、はい、そうですね、先端が、あの 2色に分かれているのが分かりでしょうか。分かれてますね、はい、あの下の方がドナウ川で、はい、上の方があのイン川、まあ、イングリングリバーって当時現状したらいいんですけれども、あのその2つがこういうふうに合流してるんです。岬で合流してるんですね。ほら、美しき青きドナウなんですね。やっぱ、はい、ドナウは青ですね。そうですね。あ、びっくり。そうですか。ちょっと隠れて見えないんですけど、もう一つイルツ川って黒い川もあってですね。そういう感じですけど、3つ同じ場所で合流してるあの写真も会場でご覧いただけると思います。そうですか、はい。素敵ですね。非常にあの本当に川の、まあ、要所というか、はい、そういう、まあ、ドナウ川とイン川とイルツ川の合流地点なので、うん、ええ、まあ、川を利用した水運とかですね、鉄道の要所になっているという場所になります。あ、そうなんですね、はい、すごい。あのパッサウ市 その街中の印象はいかがでしたか。そうですね、あの、まあ、私が訪れたのが9月なんですけれども、うん、あの本当に穏やかに流れる川とか、はい、まあ、その家の、うん、白壁ですね、壁があの17世紀に建てられたバロック建築を中心にまだ残って、はい、そういう伝統的なあの建築物がすごく残っていて、まあ、壁が漆喰の白い壁なんですね。まあ、それに本当に快晴の日差しがですね、こういうふうに強い日差しが本当に反射していて、パラソルいっぱい出てますね。そうなんです。で、まあ、眩しい、本当に眩しいっていうのが第一印象で、まあ、本当に光に満ちた街だなというのが私の印象です。滞在中ですね、まあ、快晴がもうずっと続いていて1日しか曇らなかったんですよ、うん、あと全部、ね、雲一つないような海水がずっと続いていて、非常に美しいなという、眩しいなという印象がありました、うん、でまた特に、まあ、印象的だったのがやはりこの川ですね、はい、に、見られる川辺に見られる景観というのが非常に美しくてですね、あの、まあ、いろいろ護岸工事とかあの人工的に整備はされているんですけれども、うん、まあ、その柵とか一切置かないですね、遊歩道とかそういったところの周りにも柵がないんですよ、まあ、これもちょっとよく見るとこれ川の上からあの遊覧観光船に乗って船の上から撮った写真 でそのこの、岸が見えるんですけれども、ね、柵はほぼない、あの階段のところに手すりありますので、ね、そういった状態で、あの、まあ、調和が非常になされていると、で、まあ、景観の魅力がそのそういった気遣いですかね、その調和されているような建築とか、あの、うん、木々が植えられていたりとかですね、そういったもので非常に魅力的に、感じられました。そうだったんですね。草薙さんがそのパッサウに行かれた時は9月とお伺いしてましたが、はい、気温暑かったですか。やはりそれが非常に快適でですね、あ、でも外はあの日差しは暑いんですけれども、うん、まあ、でも夜とかエアコンとかそういう空調なしでも全然もう涼しく過ごせて、あの気持ちのいい時期でした、はい、そうなんですね、はい、ちょうどあのオクトーバーフェスの、 あの、まあ、ちょっと前夜祭的な盛り上がりもあってですね、あの非常に街も賑わっていて、あの伝統衣装を着たあの方々がこう音楽を奏でながら街を闊歩していたりとかですね、非常に賑わっていました。そうですね、そんな街のにぎわいとか美しい景観もその写真で収めているということで、このフローグローではどういった写真楽しめるでしょうか。はい、私の作品なんですけれども、はい、そのパッサウを訪れたときに3つの川とその周辺の街の情景ですね、はい、人々がそこで生活する姿とともに街の姿を中心に撮影しています。自然と調和する美しい姿と川とともに育まれた歴史をともに感じていただけたらと思います。
倉橋さんの作品なんですけれども全部で6章に分かれております。秋田市を訪れた場所、出会った人、風景を通して克明にモノクロで撮影しております。市の歴史、風情の中に垣間見られる人々の人柄、その多様で生き生きとした姿を感じていただければと思います。はいはい、それでは一つ一つどんな写真が見られるかご紹介早速いただきましょう。はい、ご覧ください。はい、こちら草薙さんがパッサウで撮った写真です。はい、こちらどういった写真でしょうか。そうですね、これは先ほども申しました3つの川のうちの1つの、はい、イルツ川という一番ちょっと小さい色が黒い川の、川岸を歩いて撮った写真なんですけれども、橋がかかっているんですが、はい、その橋の下から、橋の裏側を見上げるようにして撮影した写真になります。この模様なんですけれども、はい、これはその川に反射した太陽の光がこう強く照り返して、でゆらゆらとその川の模様がですね橋の裏にこう反射で映り込んで投影されていて、その瞬間を撮影した写真になります。でよくよく奥の方を見るとですね、はい、橋のふもとのところに実はこっちを見ている人も2人ほど映っておりまして、はいはい、でまあ、全体的に、まあ、この1枚だけでなくて私の写真はこういうふうに人が風景の中に調和するように必ずではないんですけどほぼ点在してこう写ってます。ものを、ね、人を探していただいてその調和をこう、楽しんでいただけるといいかなと思います。素敵ですね。はい、続いてこちら、はい、この写真はですね、はい、まあ、ドナウ川が左側で右側が、イン川っていう2つの、まあ、大きな川がその先ほどパッサウで合流するっていうふうに言いましたが、その合流してるその水の表情を、撮影した写真になります。この白いのが石灰が溶け出しているのがイン川の特徴で、はい、なのでその、まあ、水の比重が違うためになかなかこうすぐに混ざらないでですね、あ、すごい、こういうふうにはっきりとこう2つ色が分かれて、まあ、ずっと続いて流れているんですよ。そうなんですね。はい、非常に面白い景観を作り出していて、まあ、皆さんここは見に行くんですけれども、不思議、はい、私はこの写真撮るのにはその遊覧船ですね、に乗ってですね、はい、船の上から何度もちょっとこうタイミングとかですね、こう、まあ、陣取る位置とかですね、はいろいろ、はい、とそのお客さん の、座ってる場所とか、まあ、勝手に動くわけにもいかないので、ちょっと調整しながらトライラー何回か乗ってですね、やっと撮れた写真なんです。すごいですね、この境目見れるのはなかなかないですよね。そうですね、こういうことってね、船の上から出ないとこういうふうには見ることはできないと思います。でこの石灰っていうのは常に溶け出してるんですか。そうですね、こういう色をしてますね、常に、はい、成分として含んでいるので、綺麗ですね、非常に美しいですね、はいはい、さあこれも綺麗、こちらは美しい、はい、これもですね、まあ、パッサウを、はい、まあ、立つですね最後の日の夕方に撮った写真で、まあ、もう本当にこれで帰ろうかなと撮影はこれで完了かなと思ってた時にちょうどですねドナウ川の上をこのようにボートを漕いでですねこっちに向かってくる人が見えまして、映りますね、はい、でその人をちょっとこう撮ったんですけれども、まあ本当にこれちょっとまあ大きく会場ではプリントされていて最後まで見ることができるんですけれども、左側に光っているのが旧視聴者の塔なんですね。でその塔が時間時計があって、まあ、時間がだいたい8時を指してるんです。で9月、まあ、下旬頃だったんですけれども、まあ、8時になってもまだちょっと明るいというか、パッサウ市は、まあ、長い時は9時近くまでこういうふうに光日照時間が長くてですね、本当にそのなんというかこう秋田ともまた違ったその気候とかですね、そういう、まあ、日照時間の長さとかその光の強さとかですね、そういったものがこう一枚にこうなんかこう余韻として残っている写真じゃないかなと思います。素敵ですね、見とれてしまいますね、見とれてしまいます、本当に、うん、このマジックアワーの感じもたまらないですね、うん、綺麗ですね。さあこの写真撮られた時どういった思いでした、もう最後かっていう
気持ち で、なんか寂しさもありながら名残惜しさもありながら、まあ、ちょっとほっともしつつ無事に、まあ、あの2週間ですね取り終えたなという気持ちもありながら、まあ、最後にですね、まあ、最後、まあ、あのこの次の早朝も撮ったんですけれども、でもこの時はもうこれで最後だって気持ちで撮っていたので、非常になんかこう気持ちが込められた一枚になると思います、ここまで草薙さんが撮ったお写真ご覧いただきましたが、続いてはクラウスさんのお写真もご紹介いただきます、はい、こちらですね、これはもう本当にとてもクラウスさんが、人を撮られることを得意とされていまして、で、まあ、非常に象徴的な写真だなと思います。2人の子供がこう手をつないでですね、今回の、まあ、日読協会の姉妹都市提携40周年ということもありますけれども、まあ、絆というものが何かこう感じられますし、これは場所は後ろに映っているのがこれは小川だと思うんですけれども、秋田の写真ですね、秋田の写真になります。そうなんですよね、はい、でその汽水域ですね、小物川と海が合流する場所でまた撮影された写真で、子供たちが上を見上げている姿ですとか光の感じとか、モノクロで本当に抽象化しながら非常にこう魅力的に撮られた写真だと思います、もう一枚ご紹介します、こちらもまたちょっとなんかその印象的な写真なんですけれども、これはですね、クラスさん秋田にいる人物に非常に焦点を当てた今回作品になっていて、いろんな人を撮ってるんですけれども、これは実は私が勤務している秋田公立美術大学にあるスタジオの中で、学生を撮った写真になってまして、その写真に興味ある学生さんだったんですけども、その方にちょっと協力してモデルになってもらって、クラウスさんのですね、ライティングをですね、実際にこうライティングの技術をこう披露していただきながら、ポーズを撮ってもらって撮った写真になってます。素敵ですね、数々のお写真、シーナちゃんでもご紹介いただきました、ありがとうございます。改めて秋田市パッサウ市姉妹都市提携40周年記念写真展フローグローについてこちらです。日程は8月19日月曜日まで開催されています。会場は秋田市文化創造館です。では草薙さん、最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。今回の展示は会場が2カ所に分かれていて、1階と2階にあります。で、1階がクラスさんの会場で、2階が私の、展示会場になっております。ですね、会場は2カ所に、離れておりますが、秋田市とパッサウ市が遠くてもつながっているというように、旅をするように何かご覧いただける展示な構成になっております、でそれぞれの会場の違いと合わせて楽しんでいただけますと幸いです。でクラスさんは秋田市の人々の生き生きとした表情を中心に、私の写真はパッサウの荘厳な建築と自然の中に点在する人々の調和が捉えられております、2人の視点によって捉えられた写真から両都市へのアプローチの違いや共通点を考えながらご鑑賞いただくと、じっくり楽しんでいただけると思います、ありがとうございます。本日のゲストは写真家の草薙優さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。